電動バトルのための電動レギュレーション解説その2、汎用トレーナー編いきます。まずはこの1枚、よく使われていたカード、アクロマ。はい、アクロマさんね、お互いのベンチポケモンの数だけね、手札を増やせるというカードですので、あの現状ゾロアク GX とかね、メガデックザ EX とかね、そのスカイフィールド込みで、ベンチいっぱい置くようなデッキ結構増えてきてると思うんで、まあ、そういうデッキとかでね、このアクロマ入れてあげるとめちゃくちゃ引きますね、カード。はい、おすすめです。続いてこちら、ゲーチス。これはなんと相手の手札を見てね、その中にあるグッズを全部山札に戻すという効果です。まあ、状況によってはね、今バトルサーチャーを4枚とかね、3枚とかみんな入れてる環境ですから、まあ、このね、そういった大事なバトルサーチャーを戻してしまうというのは非常に強いですね。結構皆さん今グッズをたくさん入れてると思うんでね、そういう時にこのゲージ使ってあげると、怖いお姉さんよりもね、効果的に働く場合もありますし、なかなか優秀なカードです。先行ゲージとかも普通に強いそうですよね。はい、ハイパーボールからカプリテク GX って流れをね、防げますから非常に強いです。続きこちら、独裁民光線、それから立ち焼きシティジムです。はい、こちらはね、結構電動ポイントにも関わってきますので、あんまり数は入れられませんけれども、独裁民光線単体で使っても相手をね、毒そして眠りにできますから、なかなか普通に強いですね。相手の行動を阻害しやすいカードです。かつ立ち焼きシティがあれば、毒のダメージが上がりますから、これまた強いですね。独裁民光線、それからうつろよ GX とかね、あとはアリアドスとか、相手を簡単に毒にする方法結構ありますので、そういったカードとね、組み合わせて使うっていうところも面白いかなと思います。アローラベトベトン GX ともね、相性がいいですよね。レスキュースカーフ。レスキュースカーフはですね、まあ、スプラッシュエネルギーっぽい効果を持ったポケモンの道具です。なんでね、進化ポケモンデッキに、いっぱいこれを入れていくという選択肢もあるかなと思います。スカイアローブリッジ。スカイアローブリッジはね、種ポケモンのね、逃げるためのエネルギーが減りますから、まあ、あの軽石とかね、入れ替えとかそういうものを使わずに、これを使って逃げるように構築するということもできますという感じです。はい、カプリテク GX もね、逃げるためのエネルギーがね、ゼロになりますから、そこは結構大事なポイントかなと思います。PP エイド。これね、PP マックスと違って、種ポケモンだけじゃなくても OK なんですよね。ただね、山札の一番上だけなので、そこはちょっと確率的にはだいぶ厳しくなってきますね。なのでね、マオと一緒に使ってあげるのがね、結構おすすめな使い方です。自転車グッズを使ってね、いっぱい山札を掘っていくっていう動きがね、できるようになってきますね。自転車、ダート自転車、トレアポストとかね、そういったところをうまく使ってやっていくと。ただしね、だいぶグッズ使っちゃいますので、その場合ね、グッズロックに弱くなる、それからダストダスがきつくなるっていうね、デメリットもありますので、そこは要注意です。スーパーエネルギー回収。これはね、かなり強いカードです。2枚トラッシュしたら4枚引けます。トラッシュからエネルギー4枚、4ってやばいですよね。これはね、結構今回の電動レギュレーションではね、手札にあるエネルギーをね、ポケモンに何回でも付けられますよっていう特性を持っているポケモンがかなりいますから、この、スーパーエネルギー回収と組み合わせることによって、ありえないほどエネルギーがね、ポケモンについてくる可能性があります。スタンダードレギュレーション以降で言うと、磁場コイルがね、それに該当しますので、磁場コイルプラス、このスーパーエネルギー回収っていうコンボは非常に強いと覚えておいてください。はい、そんな感じで結構ね、面白いグッズサポート、それからね、スタジアムがありますということですね。続いてエーススペック。エーススペックね、なんといってもパソコン通信が、まあ、一番使われていたカードなんじゃないかなと個人的には思っておりますと。ハイパーボールのポケモン以外も何でも持ってこれるバージョンですね。特にね、エーススペック入れるものが思いつかなかったら、とりあえずこのカードを入れておけば間違いないんじゃないかなという感じがありますね。もう一個、ダウジングマシン。これもね、万能カードその2って感じです。こっちはね、同じく2枚トラッシュですけれど、トラッシュからね、トレーナーズを回収できますよというカードです。はい、でレスキュータンカーを回収すれば、そのレスキュータンカー使ってポケモン持ってこれますから、ピン刺しが多かったりするデッキとかにもね、結構おすすめの1枚です。続いてこちら、ポケモン回収サイクロン。こちらはですね、ポケモンをアスロラっぽい感じでね、回収できます。ダメ感置いてなくても OK です。
しかもね、グッズですからね、まあ、あの普通にサポートは別で使えますから、実質的に強力になったアスロラを使うっていう感じなので、 HP 高いポケモン GX とかね、メインアタッカーとして使っていてというデッキにおいては、この、ポケモン回収サイクロンは非常にいいかなという感じです。続いてこちらロックガード、はい、こちらですね、炸裂バルーンのなくならないバージョンと思ってください。まあ、単純に炸裂バルーンの1枚しか入れることができない上位互換っていう感じですよね。続きまして、スクランブルスイッチ、ポケモン入れ替えとエネルギー付け替えを同時にできるという感じの、効果です。奇襲もできるんで、奇襲好きなあなたにおすすめの1枚です。命の雫、これはですね、この環境においてかなり厄介な1枚ですね。取られるサイドを1枚減らすことができるという効果を持っています。例えばね、昨日紹介した闇闇と一緒に使うと非常に強かったりもしますね。毎回毎回ね、命の雫を持ってくればね、かなりサイドを取られにくくなってきます。結構凶悪なカードではありますね。明日はね、各タイプ別にちょっとだけおすすめなカードっていうのをね、紹介していこうと思います。ではまた明日、電動。